渡さん、リバプールのユニフォームをめちゃくちゃ嬉しそうに見つめるわらわら。感慨深いな。こんな嬉しそうな遠藤初めて見たわわら。なんか泣けてくるわ。努力の人が報われるのは嬉しい。プレミア行くの夢って言ってたもんな。絶頂やで。ベルマーレからここまでのし上がったのかっこええわ。はあ、これが本物のレッツか。ちな裏は入団時の遠藤。久々に誰も損しないみんな幸せになれる遺跡や。シュツットガルトファンも遠藤が夢を叶えるのを見れて幸せだから誰も損はしてない。そういうことでいいね。しかも大金残していったからな。なんか今をときめく若手の遺跡より数倍嬉しいわ。ついに遠藤が報われる時が来たか。クリスマスの朝やん。